昔々王様とお妃様がおりました。二人は毎日子供が欲しい子供が欲しいと言い暮らしていましたが、いつまでたっても一人も授かりませんでした。ところがある時、お妃様が水浴びをしていると、水の中からカエルが一匹這い上がってきて、あなたの願いは叶いますよ、一年経たないうちにお姫様がお生まれになるでしょうと言ったのです。カエルの言ったことは本当になって、お妃様は女の子を産みました。それがまたなんともきれいな子なので、王様はうれしくてうれしくて、どうしたらよいかわからないほどでした。そこで盛大なお祝いの宴会を開くことにしました。親戚や友人や知り合いばかりでなく、運命を見通す不思議な力を持った女たちも招きました。その女たちが姫に幸せを授けてくれるようにと願ったのです。さて、この国にはそんな女たちが13人いたのですが、お城にはごちそうを出す金のお皿が12枚しかありません。そこで女たちのうちの一人は呼ばれませんでした。お祝いは大層華やかに催されました。そして宴会が終わると、不思議な力を持つ女たちが姫に素晴らしい贈り物をしました。一人が姫に徳を贈ると、もう一人が美しさを贈り、三人目が富を贈るという具合に、この世で人が望む限りの良いものが全て授けられたのです。こうして11人がそれぞれの呪文を唱え終わったとき、突然13人目の女が入ってきました。自分だけが呼ばれなかった仕返しをしようとしてやってきた女は、居並ぶ人に挨拶もせず、誰にも目をくれずに大きな声で叫びました。この姫は15の年に鶴に刺されて死ぬことになる。そしてそれっきり一言も言わず、くるりと背を向けて広場を出て行きました。人々は皆ぎょっとしました。そこへまだ贈り物をしていなかった12人目の女が進み出ました。この人はその呪いの言葉を取り消すことはできませんでしたが、軽くすることはできたので、姫は死にません、100年の深い眠りに落ちるのですと言いました。王様は可愛い我が子をそんな不幸な目に遭わせまいと思って、国中のツムというツムを残らず焼いてしまえという命令を出しました。何もかも姫の身に備わりました。姫は美しくてしとやかで優しく、それに賢かったので、この子を見た人は誰でも
好きにならずにはいられませんでした。姫はちょうど15になった日、たまたま王様とお妃様はよそへ出かけ、姫がたった一人で城に残ることになりました。そこで姫は城の中をあちこち歩き回って、気の向くままにいろいろな部屋を見て回りました。そしてしまいに古い塔にやってきました。狭い回り階段を登って行くと、小さな扉の前に出ました。その錠前にはすっかり錆びた鍵が刺さっていました。姫が鍵を回すと、戸はパッと開きました。小さな部屋の中にはつむを手にしたおばあさんが一人いて、せっせと雨をつむいでいました。その面白そうにくるくる回っているものは何？姫はそう言うと、つむを手に取って自分も糸を紡ごうとしました。ところが姫がつむに触ったかと思うと、あの呪いの言葉が本当になって、姫はつむで自分の指を刺してしまいました。痛いと思ったその途端、姫はそこにあったベッドに倒れ込み、深い深い眠りに落ちました。するとその眠りは城中に広がりました。ちょうど外から帰ってきて広間に足を踏み入れた王様とお妃様はそのまま眠り始め、家来たちもみんなお供をして眠り込みました。馬屋の馬も、中庭の犬も、屋根の上の鳩も、壁に止まったハエも眠りました。それどころか、かまどでパチパチ燃えていた火まで静まって眠ってしまい、焼肉はじゅうじゅう言うのをやめました。料理番は何かしくじりをした見習い小僧の髪の毛をつかんで引っ張ろうとしていましたが、その手を離して眠りました。風はやみ、城の前に立つ木々の葉はそよっとも動かなくなりました。やがて城の周りに茨の藪が茂り始めました。藪は年ごとに高く伸び、しまいには城をすっかり包んで、なお城の上まで伸びていったので、何一つ見えなくなり、屋根の上の旗さえ見えなくなりました。それでも眠っている美しい姫の話は国中に広まりました。姫は茨姫と呼ばれるようになったのです。そこで時折この話を伝え聞いた王子たちがやってきては、茨の藪を通り抜けて無理やり城の中へ入り込もうとしました。けれどもうまくいった試しはありません。茨がまるで手があるように互いにしっかり絡み合っていたからです。それで若者たちは藪の中に引っかかったまま抜け出すことができずに、惨めな死に方をしました。
長い長い年月が経ちました。ある時また一人の王子がこの国へやってきて、年寄りから茨の藪の話を聞きました。藪の奥には城があって、そこには茨姫と呼ばれる世にも美しいお姫様が百年この方眠っている。姫と一緒に王様もお妃様も家来たちも一人残らず眠っているというのです。その年寄りはまた自分のおじいさんから聞いたのだがと言って、これまでにも大勢の王子たちがやってきて茨の藪を無理やり通り抜けようとしたけれども、みんな藪に引っかかったっきり動けなくなり、哀れな最後を遂げたのだという話もしました。これを聞いた若者は言いました。僕は怖くない、行ってみよう、行って美しい茨姫に会ってくる。親切な年寄りは何とか思いとどまらせようとしましたが、若者は年寄りの言うことに耳を貸そうとはしませんでした。ところがこの時ちょうど百年の年月が過ぎて、茨姫が目を覚ます日が来ていたのです。近づくと、藪には一面に大きな美しい花が咲いていて、その花々が一人でに分かれて道を開きました。そしてかすり傷一つつけずに王子を通すと、その後ろでまた閉じて元の藪になりました。城の中庭では馬や武士の猟犬が横になって眠っていました。屋根の上には鳩たちが止まっていて、頭を羽の下に突っ込んでいました。王子が城の中へ入っていくと、壁に止まった灰たちが眠っていました。台所では料理番が小僧を捕まえようと手を伸ばしたまま眠っているし、女中は黒い鶏を前に置いて羽をむしろうとしたまま寝ていました。王子が奥へ入って行くと、広場では家来たちが残らず眠っており、上手の玉座のそばには王様とお妃様が横になって寝ていました。王子はなおも奥へ歩いていきました。あたりはシーンと静まり返っていて、自分の息が聞こえるほどでした。塔にやってきました。小さな部屋の塔を開けると、そこに茨姫が眠っていました。寝ている姫があまりに美しいので、王子は姫から目をそらすことができず、身をかがめて姫にキスをしました。王子の唇が触れた途端、茨姫はパッチリと目を開け、眠りから覚めて王子を優しく見つめました。それから二人は一緒に塔を降りていきました。すると王様が目を覚まし、
お妃様や家来たちもみんな目を覚まして、びっくりしたように互いを見つめ合いました。中庭では馬が起き上がって胴震いし、猟犬は跳ね起きて尻尾を振りました。屋根の鳩は頭を羽の下から出して辺りを見回すと野原へ飛んでいきました。壁のハエもまたぞろぞろ這い出し、台所の火は炎を上げパチパチ燃えて、焼肉はまたじゅうじゅう言い出しました。料理番は小僧の横っ面をピシャリとやったので、小僧は悲鳴を上げました。女中は鶏の羽をむしってしまいました。それから王子と茨姫のご婚礼が大層華やかに行われました。そして二人は死ぬまで楽しく暮らしました。